そうですね。まずは、ここにおじいちゃんが、冬の月宿という形で遭遇します。ね、まあ、地元に、まあ、美味しい食材という、いろんな奇跡お料理の食材もありますし、まあ、年間通じて炭酸美味しいですとか、すっぽん、ちょうだめといった特産もありますので、そういった、料理を使って、料理を楽しんでいただくというのが、まず一つですね。はい。あとは、まあ、まあ、周りがね、山々、見た通り何もないので、まあ、山々、まあ、ところでもゆっくりくつろいでいくっていうのが、はい、うちの過ごし方かなと思います。一番は、先ほども言いましたけど、すっぽん料理を、一応指定してまして、他には、たじもしですとか、ちょうどみ料理っていうのをしてます。あとは、まあ、地域、海に近いので、そういった、日本海の幸も、ご用意してます。そうですね。基本的にはもう僕が一人でやってまして、まあ、高校卒業してから、京都の方に、就職して、料理屋さんに就職して、そこで、何年か勉強をして、で、まあ、こっちには U ターンで帰ってきて、今は、やってます。はい。あまり、まあ、一番は、やっぱり、お客さんがね、美味しいと言っていただけるのが一番なんですけども、まあ、せっかくこの地元に美味しい食材があるので、それを生かして、ここでしか食べられないものとか、ここに行って食べてよかったなっていうような、思ってもらえるのが、まあ一番かなと思っているようでした。はい。そうですね。まあ、ただ料理を出すだけではなくて、まあ、この料理、こういった料理の説明も、僕の奥さんに、接客するので、伝えて、そこでお客さんに説明していただいたり、まあ、その中で会話でコミュニケーションをとって、まあ、なんですか、あんまり堅苦しくなく、ゆっくりしていただけるような話ができたらと思います。はい。そうですね、一番は美味しかったよ、ゆっくりできたよ、というのが一番嬉しいですね。で、まあ、こうなんかあと、やっぱり、イメージがあんまり良くないことはないけども、ちょっと食べにくいかなっていうイメージがあると思うんですけど、そういったのもなく、びっくりしました。美味しくて、っていうのが、あるからとても嬉しいです。はい。そうですね。まあ、四季でいろんな、まあ、表情というか風景があるんですけども、まあ、一回じゃなく何度でも訪れていただいて、あとは、もちろん料理を、その人の目的にもよるんですけども、料理だったりとか、滝とか棚田があるんで、そういったところを見に行くっていうのも、一つの魅力ですけれども、そういったところで、出会った地元の人、とかとのコミュニケーションが取れたら、結構フレンドリーに、会話とかもしてくれるので、そういったコミュニケーション取れるようなことがあれば、ラッキーかなというか、そういったのも一つの魅力かなと思います。はい。